フェルメール展、東京にはですね、これまでで最大9点のフェルメール作品が、集まる。で、大阪展ではもう1点とされて10点の、海外、今総勢36点から37点がフェルメールの全作品と言われてますが、それのほぼ3分の1近くですね、が日本に集結すると、という最大のフェルメール展になっております。こちらはフェルメールでのカタログですが、まあ一つ有名なこの、牛乳を注ぐ女というのがきます。フェルメールはですね、なぜこんなに日本に人気があるかと、写真のように精密に描かれ、本当に、実物を見てわその精密さにすごいと感動する、それから色使いが綺麗であるとか、こう光の降り注ぎですね、そういうところを注目して、現代の人々の心を、まあ、ちょっと掴んでいるところなんだろうと思います。実はこの頃、そのカメラというかですね、カメラ、まあ、こういうふうに撮影されているカメラの原型であるカメラオブスクーラというのが発明されて、ピンホールからこう見てですね、その世の中の画像というか風景がどういうふうに、単眼視点で見えるかっていうのを実験的に、そういう機械が発明されておりました。で、フェルメールはそのカメラオブスクーラを通して写真のような、視点でもって絵を描こうとして初めての画家というか、当時の、一番古く知られている画家だというふうに考えられてきて、現代の、我々が見てる視点のですね、一番近いというか図像みたいなのをこのキャンバスの上に落とした画家だからこそ、今のですね、現代人に人気があるんではないかと、そういうふうに考えられますね。なので、見に行くときにですね、まあ単純に実際にその我々の見てる画像が絵にしっかり美しく落とし込められてるっていうところを見る楽しさもあるんですが、もう一つ慈愛をひっくり返してですね、当時の人がどういうふうに世の中を見てて、初めてこの単眼視点カメラオブスクーラーを使って一つの視点から世の中を捉えた時にどういう風になったかっていうところで、フェルメールが実験したこの精神を見に行くっていうのが一つのポイントだと思います。今回ですね、9点、東京には9点、大阪には10点集まってるうちのですね、最初の作品が、ありまして、これが一番残ってる、フェルメールの一番古いものなんですが、マルタとマリアの家のキリストという作品があります。こういう風にキリスト像を描いてる唯一の作品ですね。これまでそのいわゆるフェルメールマンの時代というのは、宗教画、西洋美術というのは宗教 の, その聖画像を、イコンとして描くっていうのが一つの歴史的な流れがあって、西洋美術イコール、いわゆる聖画像なんですね。ところが、この17世紀オランダ、スペインからですね、オランダ独立しまして、その時にプロテスタントの国なんですね。なので、キリスト教のカトリックと違って、プロテスタントはですね、偶像とかイコン、キリストの姿であるとか、その聖画像として、絵に描くっていうことを禁止されたんですね。なので、オランダにいた画家は、それまで宗教画っていうのが普通に寺院から発注されたり、そういうふうにして職業として成り立ってたところが、これから描くものがなくなっている。フェルメールもそのちょうどその時代に来ててですね、この最初の作品、これが一番フェルメール作品の中では一番巨大なんですけども、このマルタとマリアの家のキリストっていうのは、唯一残ってる、昔ながらの宗教画なんですね。でもここにもフェルメールの視点っていうのが実はちょすでにありましてですね、そのセンターラインを中心に画像は本当にリアルに描かれてるんですが、やっぱり単焦点で、中心に合ってる分、周りに行くほどちょっとだけ歪んでるんですね。なのでキリストのこの像であるとかっていうのも、例えば顔であるとか胴体、腕の長さみたいなのは少しよくよく見ると本当のサイズなんだろうか、実際にこれを写し取ったそのものなんだろうかっていうのが少し、感じられるかもしれません。で、絵の前で見てるとそれは全然感じないんですね。それが不思議なところで、例えばこういうカタログや図録の中で見ると、それが見えるのに、絵の前に立つと、すでに目が調整されてしまうっていう、こう不思議な体験をできると思いますので、そこをちょっとじっくり見ていただけたらと思います。で、この次の作品ですね、次の作品というのが、風俗画になって、まだいわゆるフェルメールタッチ、こういうですね、こういうタッチのフェルメールっていうのが出てはいない、この鳥持ち女っていうのも来ております。これもですね、非常にリアルではあるんですが、やっぱり、
どこかおかしいんですね。絵を中心的に見ればもう絵の中ではリアルな世界が描かれてるなと思うんですけど、本当によくよく見ると周りはやっぱり歪んでるんですね。体顔つき、多分その仕草なんかもちょっと不自然だったことがあります。それもやっぱりですね、フェルメールが最終的にどういうも絵を模索してですね、どういう画像をここに写し取ることを目指してたかというのが、模索されてる絵の一枚なので、非常にその前の近代、その前近代というかですね、そのフェルメール前の時代の、引き継がれてきた、西洋美術であるとか、そういう風俗画の、要素がここの中にはまだ残ってる、そういう絵ですね。で、これも実際の絵の前で見ると、目が調整してですね、その歪んだ部分を非常に、リアルにというか、そういうもんだとして捉えるような、目の調整機能が働いてしまうんですね。ここはフェルメールの一つの魅力なんだと思いますね。いわゆるカメラが、写し取ったものをまんま写すんですが、人間の目っていうのはカメラと違って、あるものを全部しっかりそのまま捉えるんじゃなくて、目が調整してそれがそういうもんだっていうふうにして認識をちゃんと整合していくっていうような、自分自身の方にカメラと調整機能がついてるんですね。でフェルメールを見て面白いのは、そういう機能がすごい働くからこそ絵を見たいっていうふうになるんですね。もう一つ、そのいわゆる空間の歪みみたいなのを目が調節して綺麗な画像だというふうに認識する、最大の、今回の絵としてですね、このいわゆる、牛乳を誘う女ですね。これね、思っているよりも、これ結構いろんなところにポスターがされているので、でかい絵に感じますが、思っているより小さな絵です。正方形の絵でですね、その正方形の絵の中に、小さな絵の中にかなりこの光の粒子、このパンであるとか後ろの瓶であるとか、この注がれてる牛乳のところに降り注ぐ光のもう線の入れ方とか点の置き方みたいなのが本当に細かく、その小さな絵の中に、絵の具が置かれてます。これね、実際に見てみてもしっかり見て取れるので、ここもこの絵の見どころの一つなんですね。でこの絵が非常にその風俗画としてですね、もう写実に極まった絵だというふうに感じられるんですが、この定説通りですね、これ実はカメラの焦点中心から、こうまっすぐこう放射線上に引かれていくこの遠近法の線なんですが、これがちょっとやっぱり歪んでるんですね。正確には撮られてないんです。ところが本当にリアルな絵だというふうに見られるんですね。それはやっぱり目の調節機能であると思います。で一つ何が違うかというと、この瓶の、置いてる場所 と、テーブルの位置から考えると、このテーブル奥に行くほど広がってる台形のテーブルのような形なんですね。実際にこの絵の形そのまま、リアルだと考えれば、でもなんとなく自然に置かれてるじゃないですか。このままだったらこの台形のテーブルがこの当時あったのかみたいになるんですけど、これはこういうふうに画面に置いた方が本当に画面の収まりとしていいとか、目が本当に安定して見れるんですね。そういうことも計算して、実はカメラオブスクーラで本当に人が見て、心地いい絵にしているというのがフェルメールの一つの才能というかですね、力なんだと思います。当時やっぱり、カメラとか映像がなかった時代に、人々は自分が見た映像というか風景、その光景を、いろんな形があったんだと思います。だからどれが正解なのか、どういう形が、どういう床の面であるとか壁の立ち方なのかは、その人々とそれぞれによって違ったんだと思うんですね。今はこのようにカメラとか映像、写真がいっぱいあって、子供の頃から我々は写真に写った画面で、そのビルはこういうものだ、この部屋はこういう四角いものだ、奥行きはこういうあるものだって認識した画像をずっと撮るんですとか、受け取ってるんですね。だからつまり写真の絵とこの見てる映像というのが寸分違わない同じものだというふうな考え方で、目がすでに写真のようにというかカメラのように調整して生きてるんだと思います。ところがカメラがなかった時代、つまりフェルメールが絵を描いていた時代っていうのは、人々が見てる絵、画像と、画家が描き記した絵っていうのは全然違っていてですね、例えばこのようにフェルメールが描いたこんな絵っていうのはすごい得意な、なんでこんな一点だけ集中させて全部をこういうふうに整合するのっていうのはちょっと特殊だったんだと思います。そういうちょっと時代の、
まあ、目の視覚の、認識の仕方っていうのもフェルメールを通すことで、分かってくるんだと思います。これは実際にはまあカタログを見ていただいたりフェルメールのまあ、書籍を読んでいただいたりして考えることもいいんですが、やはり実際に作品の前に立ってですね見てみてください。で、今言ったように目の調節機能であるとか、自分が見え世の中の世界が見えているのがこれが本当なのか、カメラを通した姿が本当なのか、こういうところも美術を見ることによって、考えさせるというか楽しめる、世の中を生きる上で楽しめる、一つの美術のポイントだと思いますので、ぜひ美術館で本物を一度でも見て、楽しんでください。それではまた。